山田選手です。お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、ジュビロに復帰されて、はい、まあ、今日初めてのスタメンということでしたが、はい、ご自身の中で手応えというのはいかがでしょうか。そうですね、自分がイメージしていたよりもやっぱりちょっとこう受けどころを見つけにくかったり、ちょっと自分自身のプレーにもなかなか納得いくプレーができなかったんですけど、まあ、試合の後もいろんな選手と話したりして、まあ、これからどんどんもう上げていくしかないので、コンビネーションにしても自分の試合感にしても、まあ、そういう意味では、まあ、いい意味で課題がすごく見えたゲームだったと思います。七海監督も、まあ、山田選手を入れて新しくチームリトライという言葉を使われましたけども、はいはい、ご自身の中で今後どういったところをトライしていきたいと思われますか。そうですね、まずはそういう、こう合流して間もない中で七海さんがこう選抜で起用してくれて、チームの中でこう調子がいい中で変化を起こしてくれたというのは個人的にはすごく感謝しているので、まあ、それに応える意味も含めて、これからこう新しいシステムだったり自分が入っていい方向への変化という意味で、まあ、特に攻撃的な部分でこう変化をつけていけるように頑張りたいなと思います。まあ、ご自身も3シーズンドイツでプレーされてで戻ってきたという形ですけども、はい、その中でこうどういったところをこう自分の経験を出したいと思われていますか。そうです、やっぱりサッカーの質というか、やっぱり向こうは全然違ったので、だからこそ J リーグに合わせなきゃいけない部分もありますけど、その厳しさだったり激しさ速さだったりというものはやっぱり向こうでこう経験できたので、それを自分の、まあ、J リーグでの経験もあるので、うまくただ戻すだけではなくてこう掛け合わせて少しでもこうレベルアップした、プレーができるようにしたいなというふうに考えています。今後楽しみにしています。ありがとうございます。頑張ります。